ダッチャイペトパルマオカルトスイバーザー。はい、やってまいりました。こんばんは。もう皆さん分かりますね、これはもうね。はい、うん、怖い場所で椅子を広げて、はい、話すということは、うん、お取り寄せスイバーズでございます、うん、はい、お願いいたします。あのね、はい、うん、まあ、今日はですね、うん、とある水子供養の場所に来ているんですけれども、水子供養をするための場所の場所がありまして、うん、はい、そこに来ているんですけども、そこも来て行ってみてくださいっていう、あの依頼が結構ありましてね、うん、まあ行こうと思ってるんですけども、うん、はい、まあ、この時間どうしても入れないということで、うん、はい、うん、まあ、今日はあのお取り寄せスイバーズでやっていこうと思ってるんですけれども、うん、はい、なんか結構ね音が聞こえたりとか、なんかこの後ろにはすごい数のお地蔵様がいらっしゃって結構怖かったりとかするってことなんですけども、まあまあ心霊スポットではないんでね、まあそうね、そういう場所ですよということで今日来てるんですけれども、まあ、やっていきましょうか。今日も本当に怖い階段届いてますので、あら、いや、ありがとうございます。本当にありがたいよね、申し訳ないね、本当に。なんでだって言うよね。ん、なんでだって言う、なんで送ってくれるんだってさ。いや、そんな、何その質問。いや、ね、うれ、いや別に嬉しいけど、うん、なんでだよって。みんなにね、自分からじゃ発信できないけど、私の代わりに発信してくださいっていうことで、やっぱ送ってくれてんじゃないの。ステッカーが欲しいとかもある。ああ、それもあるか。なるほどね。で、今日選ばれた方、おめでとうございます。先に先に言っとくスタイル。先にね、まだ分かんないから、うん、喜べないから、そのままだけど、今のところは全員嬉しいわけだから。あ、そうか、そうか、そう、送ってくださってるわけ。チャンスかもしれないな。そうよ。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう、はい、うん。その前にチャンネル登録とベルマークの通知ボタンよろしくお願いします。お願いします、はい、それでは参りましょう。ベロリンチャさんからのお取り寄せ怪談です。はい、この話なんですけれども、うん、なんていうんですかね、聞いたことがあるようなお話なんですけど、うん、はい、なんか最後がえっていう、うん、まあ、この T さんの、まあ、知り合いの方で、うん、まあ、タクシードライバーの運転手がいらっしゃるらしいんですけども、はい、夜7時ごろ19時ごろに、まあ車を走らせたらしいんですよ、うん、まあ、その T さんも結構田舎の方に住んでらっしゃってて、うんうん、その田舎の方で、まあ、タクシー言ったら、まあ、結構東京と違ってなかなか捕まらないと、うん、住宅街ちょっと外れた道を走ってる、うん、国道を走ってたら、うん、まあ、女性が手を挙げて立ってらっしゃるんですって、うん、で、まあ、止まって、うん、あ、ありがとうございます、うん、どちらまで、うん、どちらまで行かれますか、うん、じゃあ、まあ、どこどこまでお願いしますで会話をして、うん、で分かりましたってこういうことで、まあ、走らせたらしいんですよね、うん、あるお家に着いたと、はい、でお家の手前でここで大丈夫ですってその女性が言って、うん、お会計はいくらいくらですと、はいはいはい、いう話をしたら、うん、家に忘れたんで取りに帰りますね、うん、待っててくださいって言われて、うん、家に行ったらしいんですよ、うん、女性が歩いて、うんうん、で分かりましたっていうふうに待ってたら、うん、全然戻ってこないらしいんですよ、うん、全然戻ってこなくて、うん、これやられたなって、うんうんうん、ただもう家もわかるし、うんうん、もう行ってやろうっていうことで、うんうん、降りて、うん、その家をピンポンしようと思ったら、うん、お家が外から窓が見える窓があるって、うん、その窓が中を 見えたらしいんですけど、うん、さっき乗せてた方の家があって、その方のお葬式をしてたんだって。で、うん、もう青ざめて、うん、すぐ車を走らせたと、うんうん、で走らせて、そんな折その運転手の方が息子さんがいらっしゃるらしいんだけど、その息子さんと1ヶ月ほど連絡も取れてなかった時期だったんだって、うんうんうん、で息子大丈夫かなと思って心配して電話かけても同じ普通で繋がらなかったんだけど、その日なんかそういうことも体験してしまったし、うん、なんかすごい恐ろしくなって息子に電話したの、うん、息子に電話したら息子がその1ヶ月ぶりに電話に出て、うん、お前どこにいるんだと、大丈夫かって話をしたら、うん、お父さんごめんと泣きながら震えた声で、うん、ごめんって謝るらしいの、うん、どうしたんだよと、どうしたんだって聞いたら、僕
引き逃げをしてしまった、うん、引き逃げをしてしまって、うん、今逃げてるんだ、ただ今日自首するよってことで、うん、でもう訳も分からずその電話が切れて、うん、でしばらくしたら分かったらしいんですけど、うん、運転手さんが届けたお家の、うん、そのお葬式やった方は交通事故で亡くなったらしいの、うん、で交通事故で亡くなった原因っていうのが引き逃げだったらしいんだけど、うん、その引き逃げをしたのがそのタクシードライバーの息子さんだったの。というお話なんですけれども、へえ、なんかすごくない？でこのなんかで着いた先にお葬式やってたって話俺聞いたことがあって、実はあ、そうなんだ、なんかどっかで聞いたことがあったんだけど、うん、その先にもさらにまたそうね、あって、へえ、なんかホラードラマみたいな、なんかね、なんかほんとすごくよく、うん、けどほんとまさにさ、うん、その世にも奇妙な物語とか、そういうのになりそうなお話よね、なんかね、ほんとに本当にあった怖い話とかさ、うん、そうね、そういう、でもなんか、そのだって引き逃げした息子さんのお父さんに何かがあったわけでもないんですよ、そう、うん、なんか伝えようとしてたのかな、あなたの息子に殺されたんですみたいなこと、恨みはないけどじゃない、分からんけど、だからその時にさ、ね、うん、あね、そんな体験したらさ、自分が運んだ先にね、乗せてくださいと言われた先に、うん、まあ、人が亡くなってるとかなったら、まあ、最初に息子を心配するのかな、連絡取れてなかったら特にね、なんかそういう気持ちに鳴らされたんだろうね、のかもね、うん、すごいお話、本当 T さんありがとうございました、ありがとうございました、うん、はい、ということで、はい、こう、お話しさせていただきましたけども、はい、明日、うん、僕たちね、はい、行ってきてますから、2人で、そうね、うん、はい、うん、一応3人では行ってる、俺も行ってるけどね、カメラマンでね、うん、ちょっとカメラが足りずに、はい、はい、その場所を言いましょうか、うん、お神奈川県伊勢原市になります旧禅場トンネルに出た、行っております、出ました、ついに神奈川第3位だからね、うん、ね、なんかサイトとかではそう言われてたりするもんな、いろいろ心霊写真が撮れるって噂があって行ってきたんですけども、はいはい、最後まさかのね、ちょっとねびっくりしたね、これすっごいよな、ぜひ明日の動画見てその最後の真相、うん、ちょっとすごいと思います、刮目してください、はい、はい、以上、おかすいでした、あれタクシーに乗った時に怖い体験したぞと思ったらそこなんだから、タクシーチャンネル登録と高評価ベロリンジャー。